はい、どうぞんでーす。ということで今日やっていきたいことなんですけども、ヘリコプターを無限に出現させられるのか、どこまでならヘリコプターこのステージに登場させられるのかってことをやりたいんですね。で、それで使っていくのはこれですね。アダレードドラブマン、パイロット、ヘリコプタークイーン。あれですね、熟女ですね、要は。熟女マンです。ヘリコプター要請っていう特技ができるんですね。航空支援を行い、ヘリコプターを届ける。このヘリコプター要請を使ったら、無限にヘリコプター来るんじゃないかなと思ってるんですね。で、これスペシャリストの特技ですから、ヘリコプター届けられなくなった時点でもう、スペシャリストじゃなくなるわけですよ。要は無限に届けられなきゃダメなわけだ。とりあえず呼ぼう。ここね、呼びます。で、ちょっとね。いい場所があった。着陸する。で、これ、除隊と。除隊して、再出撃まで1分かかるんですけど、じゃあなって。って時には呼んでちょうだい。おい、あれなんだ！バカ、バカ。あー、ちょっとね、これに乗って帰るとは思いませんでしたね。ちょっと旅が始まってしまいましたね。で、これ分かった。俺が乗って、こうね、上昇させちゃって、その後に、こう、こいつを解除と。そうすればね、そう。あれですね。そうそう、グレードが低下しましたね。そう。それで帰ってくれ。で、私は着陸させると。バカバカバカ、違う。あ、で、これで1台確保したわけですよ。来たぞ。さて、また飛行機で来る。ちょっとやめて、無線中よ。無線？ごめんなさい、すぐにそっちに行くわ。でもズボンを探さないと。あ、気にしないで。いいぞ、変態。熟女マン、やっぱ来るね。さすがスペシャリスト。これ無限に来るんじゃない？やっぱり。多分、一番近いところのやつに乗るはずなんで、これで除隊と。バーボンでも飲みに行くわ。みんなを救ってくれ。あら、いいね、いいね。これで、あ、これで OK だ。あ、いいね。ヘリコプター呼んで、あいつにバギーを与えて、ヘリコプター呼んで、バギーを与えて、の繰り返しで。また、じゃあヘリ取ってきてください、おばさん。かっこいいね。出前みたいになってんじゃん。で、あの人がね、こう帰りましたと。はい、消えましたね。で、呼びます。来るんじゃない？ヘリ。来たぞ。音がする。あ、これで無限的に呼べますね、多分。はい、ちなみにこの人ここでさっきちょっと事故ってお亡くなりになっちゃってるんですけど、これ もう一回呼んだらどうなっちゃうのかなと。亡くなってる方がね、2体になっちゃうのかな。お前なしじゃきっと死んでたな。あっ、おお、ちゃんとしてる。この辺はああ10代目いや、4代目みたいになってきたけど、あー、難しいな、やっぱり乗せんのは。とりあえずこれで10台ですね。嘘だろ、17台にして殺されたわ。ラー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 、ああ、やってらんね。
はい、ということで、これ多分これで今乗ってるやつで20個ですね。なんかもうあいつとの連携もさ、もうかなりできてきましたね。もうヘイお待ちみたいなね。あ、俺はヘリコプター降ろすぜみたいな。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31個じゃねえかよ、おい。とりあえずまあ数え間違いもあるかもしれないですけど、30個、約30個なんですけど、あ、無限に来る気がするんですけど、なんとなく若干ですけど画面がカクカクしてきた感じもするんですよね。要はあれですよ、処理落ちというか処理できなくなってくるんだと思うんですよね。50個頑張りたいね。これで40ですね、おそらく。やべ、ペギー来たじゃん。やばい。あ、ペギーに見つかるわ、これ。どうしよう。45か6あたりだけど、今、ペギーに見つかっちゃいますね、これだと。それは厄介。今何個なんだろう。いや、ちょっと、横にはしたくないな、もう。なんか、ペギーがなんか RPG とか持ってきて、バーゴーンとやられたら、それはもし、それで面白いけど。ねえ、ちょっと俺があそこを捉えられなかったらねえ、もうどうしようもないので、とりあえず何個か数えよう。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,36,37,38,39,40,41,42あります ね。で、ちょっとペギーに襲われかねないので、これ横並びじゃなく、もうぐっちゃぐちゃにこう一箇所に集めてみようと思います。ちょうどそこに庭があるので。これね、これなんか多分ね、横並びだから処理落ちしないけど、一箇所に集めたら処理落ちするかもわからん。ちょっとやってみよう。なんか割とこう芸術感が出てきた気がするんですよ。数があるとやっぱ違いますね。めっちゃかっこいいこれ。ピーチーズも楽しそうに遊んでおられる。よしよし。なあ、形変わってきたな。終わった、出してくれ。ヘリ人間になっちまった。生き埋めはやだ。ヘリ人間なんてなりたくない。アシャカー、男にしてめー、おっことにしてめー、男にしてめー。アシャカー、アシャカー、アシャカー。デレレレデレ、トーン、図書館どこだ、トッショさんどこだ。アシタくん、私はここだ。アシタくん、アシタくん、アシタくん。お、ブマを助けて、ブマ。黙れ小僧。くっ
そう、ちょっとこれでちょっとやるしかねえな。誰？うわうわ出た。よっしゃ危ねえ。よしこれでやろう。これもうバグる気配がないので、あの100個集めようと思ったんですけど、それもめんどくさいんで、これ爆発させましょう。まあ、これですね、なんかこう、なんか破壊工作とかあった気がする。まあこれ焚き火みたいなもんだよ。あ、焚き火？うん。あの、花火だと思ってんだけど、俺は。こう破壊工作ってできるはずなんで。まあこれね、破壊工作っていうのはね。まあ、どういうやつかというと、あれですね。ビーグルのボンネットに接近して四角の暗号して火をつけ、10秒後にビーグルを爆破させ、アーケードに適用させる。爆破させんだ。まあこれ全部引火すると思われるので、あれだよね、こうあのご褒美だよ。そういえば俺最近登録者数10万人ありがとうございますマジで、突破したんですけど、これご褒美の花火ですね。よしいいぞ、そういうことにしよう。俺はこうやってやって爆発して、まあここら辺から見てりゃ、まあどうしようかな、危ないかな、怖いな。とりあえず爆破させよう。ご褒美の花火ですね、自分自身への。頑張ったな。破壊工作。キャー！どうなんだ、これ。怖えぞ、怖えぞ、なんか怖えぞ。俺死なないよね。死なないでくれよ。思ったよりなんかすごかったかも。あ、だね、ヘリコプターなんかもういいっす、もういいっすって。あ、どんどん消えていくね。